新、動く標的は、1975年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。監督は、スチュアート・ローゼンバーグ。出演は、ポール・ニューマンとジョアン・ウッドワードなど。ロス・マクドナルドの同名小説を原作とした1966年の映画、動く標的の続編で、小説としても続編にあたる、マノ・プールが原作となっている。 日本での劇場公開時のタイトルは、ハーパー探偵シリーズ、新、動く標的。なお、主人公の名前は前作に引き続き、原作のルー・アーチャーからルー・ハーパーに変更されている。敏腕私立探偵ルー・ハーパーの元にある日、莫大な報酬の仕事の依頼があった。その依頼主は、数年前にジョージを楽しんだアイリスでベローという、女で、南部の石油王の妻だった。 数日後、アイリスの姑で、デベロー家の莫大な石油の権利を握っていたオリービアが、屋敷近くの入り江で死体となって発見された。ハーパーは、デベロー家の石油を以前から狙っていた石油屋のキルバーニアその妻メイビス、デベロー家の運転手をしていたパッドリービス、その恋人の娼婦グレッチェンなどを、容疑者として絞り込むが、やがて事件は意外な展開を見せる。 tbs 版吹き替えその他、竹内美香、徳丸菅、小関はじめ、安原義人、大方、久子、岸野和彦、長島良子、田原あるの、山崎節子、田中光志郎六点トマトズによれば、16件の評論のうち、高く評価しているのは50%に当たる8件で、平均して10点満点中5.38点を得ている。メトクリティックによれば、 8件の評論のうち、高評価は1件、賛否混在は7件、低評価はなく、平均して100点満点中48点を得ている。ありがとうございます。